稲会社はフランツカフカの短編小説。1917年執筆。1918年に年間し、新聞学に掲載され、1920年に短編集、稲会社に、表題作として収録された。尊医者とも訳される。作者フランツカフカには、田舎町で医者をしていたジークフリートレイビというおじがおり、彼が語り手のモデルになっている。 語り手の田舎医者は、10マイルも離れた場所で、10病人の知らせを受けて、困り果てている。外は、吹雪が吹き荒れているというのに、馬車を引き立てていく馬がいない。医者が腹立ち紛れに豚ゴーヤを蹴飛ばすと、そこから馬蹄と共に2頭の馬が現れる。そこで、医者は、馬蹄に命じて、目的地へ向かおうとする。しかし、医者の女中老座ーーに目をつけている馬蹄は、 留守番をすると言い張る。馬蹄が手を打ち鳴らすと、馬が馬車を引いてかけ、医者は、あっという間に、目的地に着く。患者の家では、家族が出迎え、ベッドに横たわっている少年のもとに医者を案内する。少年は、見たところ至って健康である。医者は、それよりも、馬蹄と共に家に置いてきてしまった、老座のことを気にかけている。しかし、医者が、患者に近づいてみると、 患者の脇腹にパックリと傷口が開けていることに気がつく。少年は医者に泣きすがる。そして家族と次々に入ってきた客たちは医者を脱がして裸にし少年の治療を迫る。医者は少年を慰めて安心させると衣服をかき集めて家から脱出する。しかし息の速さとは裏腹に馬車は父として進まない。聞こえてくる子供たちの歌を聴きながら 医者はもう取り返しがつかないのだと考える。2007年に山村浩二によるアニメーション作品、カフカイな会社が公開されている。ローザ役の声優には、芥川賞作家の金原ひとみが起用された。収録されている書籍名を記す。ありがとうございます。